まあ人生の半分をまあネットワークビジネスの環境に身を置く状況の中で最後の仕事でこのモナビを選んだとこの気持ちは今回またさらにあの固まったというところとダリンからマウルシューへバトンタッチされたこの慶人にかなり大きな期待を僕自身もしてるのとあとは。 自分のチームが本当に世界に羽ばたいて大きな組織になっていくんだなということを強く確信できたクルーズになりました <laughs> まだまだ自分の持てる力っていうのは5%も発揮してないような気がして自分の中の大きな可能性も今回またさらに感じることができたのがすごく嬉しかったのと。 うん、US のスタッフをはじめ世界のリーダーたちが、うん、僕にも期待を寄せてくれているということを今回、うん、深く理解できたことが一番良かったかなと思っています。頑張ります